はい、本日は安木昭二投手、変則的二段モーションで活躍されましたサウスポーで、主にですね、こちらのロッテオリオンズで活躍されておりました。本日はね、この安木投手の足跡を振り返りながらね、ロッテ、そしてね、移籍しました中日でのね、映像をね、振り返っていきたいと思います。安木投手出身は岡山県で、高校は関西高校。3年生の夏の甲子園大会予選準々決勝まで進まれたわけですが、倉敷商業にね、延長でね、負けたわけで甲子園に出場はされております。そしてですね、高校卒業後は社会人野球クラレ岡山に進まれます。クラレ岡山でね、1年先輩にはこちら、後に南海で活躍されました門田博光選手がいらっしゃいました。そしてですね、67年、68年ね、都市対抗に出場されたわけでございます。そして68年ドラフト5位でアトムズへ指名されて入団されるわけでございます。ちょうどね、アトムズ時代のね、お写真になるので、こちらはね、当時のエース松岡選手のお写真でございます。そしてですね、左の中継ぎとしてですね、1年目から活躍されるわけです。そして75年には太平洋クラブライオンズへ移籍され、その年はですね、33試合に登板3勝を挙げも、翌76年はね、勝ち星なし4敗の有成績に終わりまして、76年のオフにですね、こちらの白選手とともにロッテへ移籍することとなったわけでございます。当時のね、ロッテ金田監督がですね、前年ぐらいからですかね、もうね、左ピッチャーとね、身内のね、強打の外野手がね、欲しいという形でね、前年ですかね、三井俊夫交換要員に高橋克実、末次などというね、こうお話もあったわけですが、やっとね、念願かなったというね、トレードだったわけでございます。そして交換要員はこちらの倉持明投手と長谷川和夫選手だったわけで、ね、後にですね、倉持投手はまたロッテに帰ってくるわけなんですけどね。移籍1年目はリリーフ、そして谷間の先発で大活躍、45試合に登板、5勝2敗2セーブ、防御率 3.11 の成績を残されております。当時ね、あまりにもね、調子がいい時なんかね、安木節なんていうこともね、言われておりましたからですね。またね、変則な二段モーションじゃないですか。当時の私ね、子供ながらよく真似したんです。後でね、映像出てまいりますので、ね、そちらの方をね、見ていただければと思います。78年にはね、チーム最多のね、47試合に登板、3勝の成績を上げ、そしてですね、79年にね、山内監督になってからね、なんかね、山内さんはですね、なんか先発にね、したかったみたいらしいんですけども、ね、なかなか結果が出ずね、2勝7敗という成績に終わる。そして1980年を迎えるわけでございます。この年はですね、開幕からね、先発5番手、当時は中4日なんでね、先発ローテーション5人で回していたわけなんですが、ね、やっとね、先発にね、定着したというこちらですね、変則的な二段モーション。しかしながら、これあれですよね、一発をね、打たれちゃってますよね。この年はですね、先発で26試合に登板、7勝8敗1セーブ、防御率ね、5.32 とね、一定の成果を残されてですね、チームの前期優勝にも貢献されたわけでございます。当時は左ピッチャーが少なく、前監督の金田さんとかね、そしてね、山内監督もね、やはりね、先発でね、起用したいという思いがあったわけですが、なかなかね、結果が伴わなかったわけですがね、この年に一定の成績を残すわけなんですよね。これ、レオンのエラーですよね。島田誠選手をね、セカンドにね、出塁させてしまいましたね。そしてこのピンチに迎えるのはバッター柏原ですね。この変則モーションから投げた、おっと飛びついてナイスキャッチはショート水上でございます。先ほど一定のね、成績と申しましたが、7勝8敗でね、負け越しとですね、防御率もね、5点台やないかというわけですから、ね、当時のね、山内監督はね、なんてね、5回までね、5失点なら OK というね、ロッテ強力打線をね、背景にね、そういうことをおっしゃっていたわけでね、まさにね、打線がね、投手を育てたといった感じなわけですよね。そして4対3、1点リードのロッテ、ここでですね、ソレイタ選手にね、ヒットを打たれてしまうわけなんですね。安木投手ね、ここまでね、よく掘ったという感じなわけなんですよね。そして出てきましたのが、当時ね、抑えの切り札、またロッテに帰ってまいりました倉持明投手でございます。そしてこのピンチに倉持投手、見事抑えるわけでございます。先ほど打線がというお話をしましたね、やっぱりね、この抑えの倉持というのもね、大きかったかもしれませんね。そして安木投手、翌81年ね、1勝9敗とね、不甲斐ない成績に終わる。そして82年のね、シーズン途中6月にですね、こちら中日ドラゴンズ金井投手と交換トレードで中日ドラゴンズへ移籍することとなったわけでございます。これでロッテの左ピッチャーは水谷のみとなったわけで、33歳のね、安木投手に対してね、この金井投手は30歳なわけで、そしてですね、8年間でね、なんとね、勝ち星ゼロというピッチャーと変えたわけですからね、ちょっとその辺はね、当時私はちょっと納得はしてなかったわけなんですがね、33歳安木投手をね、見限ったという
ことなんですかね。シーズン途中の移籍にもかかわらずね、26試合に、まあ、リリーフ登板で1勝を挙げ、翌83年もですね、主にリリーフとして活躍されてね、36試合に登板、4勝の、ね、成績を残されたわけでね、なんかね、安木はね、復活したいなんていう、ね、思いがね、結構な強かったね、思いがね、ありますね。そしてこちらの映像、ジャイアンツね、左バッターの篠塚に対してここね、リリーフのわけですよね。そしてね、当時の思ってたんですけどね、まあ全国ネットで巨人戦でね、安木が映ると、お、安木やんってね、思ったね、記憶もね、あるわけなんですよね。やはりね、この変則モーションというのはね、なかなかね、まあいいっていうかね、特徴的ですよね。まあ真似をね、私もね、先ほども申しましたが、させていただいたピッチャーの一人でございます。そして特筆すべきは移籍2年目の1983年6月14日、横浜太陽戦でね、遠藤投手とね、投げ合いましてね、なんと1対0でね、完封をしているわけなんですよ。なかなかね、遠藤投手と投げ合って 1-0 の完封劇というのはね、しびれる展開になるわけではないですか。さあ、そしてね、まあ、しびれるといえばここもしびれますよね。10回の裏7対7のね、同点でね、まあいわゆるね、ここは篠塚にね、打たれればね、さよならなわけですからね、ここはね、なんとしても安木投手を抑えたいところでございます。まあ、別にですね、まあ、投げ方が変則で、まあ、ある意味ぎこちないっていうことでね、まあ、別にコントロールがね、それで悪いっちゅうわけじゃないんですけれどもね、ここはですね、やはりね、ボールがね、先行するというね、なかなか苦しい展開でございますよね。まあ、当然、ドラゴンズベンチは、ここは左の篠塚ということで、左ピッチャーの安木にはね、抑えてもらいたいということでね、送り出しているわけですからね。おっと、ここも外れましたね。ワンスリーになってしまいます。今のちょうどね、はっきりとね、ボールっていうのがね、分かりますよね。ちょっと安木投手には苦しい展開ですよね。ワンスリー、そしてね、ワンアウトでランナー三塁ということですから、まあ理想といえば三振なんか欲しいわけですけどね、このカウントからね、篠塚選手をね、三振に取るというのはね、なかなか難しいところではないですかね。そしてワンスリーから投げたこの球をですね、篠塚選手外野にね、打ち上げたわけでございます。そして84年から背番号もね、56番から16番に変わったわけでございます。よくね、あの12球団全球団からね、勝利というのがあるじゃないですか。安木投手もですね、あとね、巨人に勝ったらですね、12球団ね、制覇となったわけなんですがね、まあ、先ほどのね、ジャイアンツ戦のね、ピッチングじゃないわけではないですけれどもね、まあね、巨人にはね、とうとうね、勝つことができなかったわけでございます。そして84年26試合に登板、1敗の成績を持ちましてね、プロ16年間の生活にピリオドを打たれることとなったわけでございます。通算成績は445試合33勝51敗4セーブ、防御率 4.33 の成績を残されております。変則的な二段モーションのサウスポーとして、主にね、ロッテで活躍されました安木昌治投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では